卓球王子のボンクラ映画レビュー、ネタバレあり、キラーカブトガニ、2021年カナダ映画でございます。はい、えーと、サメの時代は終わったというね、サメ好きに対しての、すごく挑戦的な、えー、まあキャッチュコピーですけども、本当にサメ映画って多いよね、うん。 何でもかんでもサメ映画なんだもんな。まあ、シャークトノルネードが引き金になってるのかな。まあ、俺たちやったら、ジョーズがやっぱり引き金っていうかサメブームのあれだったんだけどね。まあ、その間に結構ね、ディープブルーとかあってさ。で、いよいよ、このキラー株とかに、あの、オープニングでいきなりあの、原子力発電所を爆破解体するんでね。 それで放射能汚染されたカブトガニが巨大化して知性を持って人間を食いまくるというね、アホな映画です。はい。<laughs> え、まあ、皆さん見てない方は、あの、ブラウザバックしてくださいね。ネタバレ行きましょう。 いや、第一形態はね、可愛らしいね、カブトナガイが、ふよ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 。まあ、ノリ的にはね、スパイダーパニックの雲みたいな感じでね、なんか、喋、喋ってる感じがするんですよね。あやいや、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 みたいな感じでね。うん。けど第二形態が、脱皮すると、これがレギオンみたいな、ソルジャーレギオンみたいな形になってね、これが怖いんだなぁ。 で、一応主人公は、あの、車椅子のハンデっていうのを持ってて、ええー、まあ、日々、えー、自分の足の義足をね、なんとかしようと日々努力している少年なんですけどね。で、まあ、アマゾンかなんかで、すんごい絶対買ってはいけないような、超強力な、あの、エネルギーバッテリーを買っちゃって、まあ、それをつけて、ええー、 まあ、あの、歩けるようになるという、まあ、そういう涙ぐましい話なんですけども、まあ、主要人物はそれと、そのこと、お兄ちゃん、保安官ね。で、その、車椅子の子の同級生とそのお母さん、若いお母さんね。それと、ちょっと頭の抜けた、あの、アンポンタンが一人、いましてね。えー、まあ、スプラッタシーンもすごくよくできてましたし、うん。 で、何よりもすごいのが、第三形態が怪獣なんですよね。体長約30メートルぐらいの。で、それをどうやってやっつけるかっていうと、車椅子の少年が、あの、持ってたバッテリー、それを改造して、巨大ロボットを作って、それに乗って戦うというね、あの途中からパシフィックリムになってしまうという、すごい映画でした。うん。で、一応やっつけるんですけども、まあ、 いっぱい答えが増えてしまって、最後は日本を舞台に期待決戦っていうところで続くみたいな感じで終わって、なんかね、センスあるな、この監督と思ってなうん。まあ、あの、サメ映画は独特のね、やつがある、うん、すごい魅力があるんで、もう、まあ、あえてカブトガニをぶつけてくるっていうのもね、ええー、面白いかなとは思ってます。はい。 うんとにかくね、えっと、頭の悪い兄ちゃんが、あの、日本オタクで、もう、忍者とかね、あの、日本刀みたいなのを作って、あの、怪人にやっつけますしね、うん。あの、スプラッター映画と思ったら怪獣映画だったっていうか、ロボット映画になってしまうというね、まあ、すごくよくできた話でしたよ。はい。 あのー、配信中ですんで、見てくださいね。新作をリビューするのは初めてかな。そういうことで、着氷王子でした。